今回ご紹介するのはガンダムの世界、ガンダム試作3号機デンドロビウムのような巨大なモビルスーツ、モビルアーマーを AI が描きます。次第に巨大になっていく様子をご覧ください。AI が巨大なモビルスーツ、モビルアーマーを描きました。世界で撮影されたありえない映像、架空のニュース映像を AI が描きます。AI が描く架空ニュース、どういう状況なのかは分かりませんが、世の中大変なことになっているようです。昭和が今も続く世界、昭和レトロなグラスが今も使われているようです。どこか懐かしいデザイン、 AI が昭和レトログラスを描きました。今回 AI が描くのはキャットカー、猫をモチーフとした車を AI が描きます。猫をイメージさせるしなやかなフォルム、 AI がキャットカーを描きました。未来都市メトロポリス、裕福なエリート層とそれを支える労働者たちとの間に大きな溝があった。その解決策として美しき AI アンドロイドローラを制作して階級社会の調停役とした。計画は順調だったが、エリート層がプログラムを書き換え労働者をコントロールしようとした。しかしローラはそれを拒否。ローラは独自に人間を学び知ろうとした。幾度となく反対派の妨害工作に遭いながらも、ローラの政策により平和な社会が50年続いた。しかしローラは寿命を迎える。人間とはどんな存在ですか、最後となる質問にローラは答えた。どうしようもなく愚かな生き物だけど、私がどんなに学習してもなれなかった憧れの存在。1912年にイタリアで発見された
ミステリアスな古文書ボイニッチ思考、未解読の文字と奇妙な絵が描かれている本です。 AI がそのスタイルで日本を描きます。ボイニッチ思考に新たな日本のページ、 AI がミステリアスな日本を描きました。今回ご紹介するのは架空のファッション、乃木坂46風のステージ衣装をAI が描きます。AI が乃木坂46風の衣装を描きました。最後に時間の関係でニュースに入れられなかった映像をいくつかご紹介します。以上、AI 描写による架空ニュースでした。